J1 リーグの第14節 FC 東京柏レイソル両チームのイレブンが入場してきました。中央でマテウス・サビオ、縦細谷がいる、ボックス内細谷だ、ナイスキーパーストーリック、あ本当にナイスキーパーですね、はい、まあ、一歩松木の方が早くてつついた感じですね。これ先ほどの受けた場所がまず非常に良かったですし、オフサイドないですね。マテウス・サビオ狙う、枠に当たってこぼれ球詰める、これは松ディフェンス触っていました。いやー、良いキックでしたね、うん、まあ、本当にもうボール1個分ですね。ボール1個分下に当たってればというところですけどね。あー、そうですね、あれ細谷ですかね、最後当たったのは。まあ、このキックは非常に良かったんじゃないですかね、うん、そうですね、細谷のかかとあたりに当たりました、ね、ここまで FC 東京ポゼッション 60% さ、長井に入る、中井が飛んだ、長井だ、長井だ、長井だ、キーパー触っていました、佐々木のファインセーブ、ナイスキーパーでしたね。何か難しいことしてるわけじゃないですよ、バウアーから内側から背後ですよね、背中から、まあ、掴みづらいですし、グッとファーストタッチで中に持っていって最後はフォアに流し込むようなシュートですけども、まあ、中の状況もしっかり見てますし、まあ、それによって柏の前の、まあ、安倍もその背中を狙ってます、はい、安倍が走っていく、キーパー佐々木が出ました。だ背中を狙う選手と、あとは柏の最終ラインの背後をつく選手ですね。アダユートン、アダユートンカットイン、アダユートン、クロスバー、中村が拾って、でボールサイドに密集させておいて大外、まあ、これ先ほどのシュートですけど、三つ丸中央流れてきた、決まった、先制柏、森コーナーから最後は森、画面は上島、90分に柏先制です。このボールですね、うん、どうだ、ちょうど上島の左手ですよね。今笛を鳴らした飯田主審、ここはオンフィールドレビューを行います。どうですかね、まあ、偶発的であってもボールが攻撃側の競技者の手や腕に触れた直後に ね、その競技者自身によって相手チームのゴールに得点した場合はハンドの反則になるという規則になっています。判定ノーゴールです、ハンドの反則、上島の手に当たってゴールインしたということで判定ハンドです。これがラストプレーか、三田のキック巻いてくる、うん、ここでタイムアップ、0-0引き分けです。お互いにチャンスは作ったんですが、こじ開けることはできませんでした。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push notification.